南アフリカの大統領は、南アフリカ共和国の国家元首であり、行政府の名がたる大統領である。南アフリカ共和国憲法第5章に規定されている。国家元首の規定とともに、大統領は、憲法の擁護尊重義務を持ち国家の統一、発展を促進しなければならない。会員の総選挙後、会員は、会員議員の中から大統領を選出する。 大統領に欠員が生じた場合は、30日以内に公認の大統領を選出する。大統領選出後、下院議員としての職務は停止され、5日以内に憲法遵守の宣誓を行う。憲法には具体的な年数について規定されていないが、総選挙後に新大統領を選出することから、実質的に下院と同じ5年である。同一人物が三期以上選出されることは、 禁止されているが、大統領代行への就任は認められている。会議員の3分の2以上が賛成した場合、大統領は免職される。大統領を免職された場合、大統領特権を剥奪されて、他の公職への就任が禁じられる。大統領決員後、公認の大統領を選出するまで、下記の順位により大統領代行を選出する。副大統領大統領があらかじめ指名した。 閣僚内閣により選出された閣僚会議長ユニオンビル南アフリカ連邦時代は原種であったイギリス国王の代理として南アフリカ連邦総督職が設置されていたが1961年のイギリス連邦脱退による南アフリカ共和国の建国に伴い設置されたアパルトヘイト政策の撤廃に伴う1994年の 憲法改正まで国家大統領の名称であった。共和制移行後も南アフリカ共和国の政体は銀内閣制を維持しており、行政権は首相が握っていたことから大統領は儀礼的な名誉職であった。1984年のカラード、インド系住民の国政参加に伴う憲法改正により、それまで行政権を有していた首相職は廃止され、 大統領が行政権を有することになった。南アフリカ共和国憲法第83条。南アフリカ共和国憲法第86条。南アフリカ共和国憲法第87条。南アフリカ共和国憲法第88条。南アフリカ共和国憲法第89条。南アフリカ共和国憲法第90条。議会による選出後、心臓発作により。 意識不明に陥る。在任中に死去。ムルダーゲート事件により、任期途中で辞任する。首相職留任のまま、大統領を兼任。同日付で、首相職廃止、発作により一時的に、職務不能に陥ったため、執務不能に陥った、ボータ大統領の代行任期途中で辞職。総選挙の繰り上げ実施のため、任期途中で辞職。 シリル・ラマ・ポーザ氏イコール南アフリカの新大統領毎日新聞2018年8月27日閲覧与党 ANC 党首にラマ・ポーザ氏ビジネス界は歓迎ジェトロ2018年8月27日閲覧2018年2月15日まで対抗ありがとうございます